なんかまたやばいコメントついたよ。なんか見残り SA だろうが屈伸だろうがメーカーから音がみなしって言ってる人がいて、煽りするやつも切断するやつも同カテゴリーって言ってんだよね。この人やばくね。見残り SA と屈伸はさ、試合が成立してるじゃん。切断は試合が成立してないんだから同率なわけないじゃんね。やばいよな。やべ、下げられなかった。ごめん。そろそろパンアスか。飛べる。それはさすがに。さあ、コンボはきっちり。そもそもさ、ミニ残りの SA なんかさ、マナー違反でもなんでもないからね。なんか急になんかストロークから言い出してるけどさ、マナー違反でもなんでもないから。上見てんだ。頑張っていってもらいたいよね。体力があるこのビハインドをどう思うか。ゴングはここからが面白いんだね。あ、上見てるんだな。いざと今度攻めるか、さすがに。よろしく頼む。返しね。さあ、張り切っていってもらいたい。殴る選択肢を見せていく。ああ。もったいない。まずはビビロンでの構成。仕切り直しをこの場合、容赦なく。ばっかりでね。ドライブ系しかない。かなりきつい状況となった。さあここだ。プレイヤーワン、ドライブが使えない。バーンアウト状態だ。いや、決まったね。ばっかりでねえんだよな、ああいう時な。ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどうするか。いやいいね、いい感じだと思う。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。ここはガードでしのぐ。勇者、何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。投げ、さあここから。さあここからは試合の領域となる。これはさ、おお、そうきたか。このバリーが反撃の申しとなるか。前に出る。いやー、ここでバーンと。ここまでなのか。もっと我が輩を楽しませるのだ。ここでゲージを使っていく。いや、すごいな。この局面でよく逆境を超え、勝利の青が映える。あとはここでスタン壁に押し付けたんだ。どこまでなのか。このまま投げは停滞していた。はい、これはもう対応が対策に消化している。よく折れずに戦った。さすがだ。バックス上から入った。中足を見せて。この飛びはガードのバリュー。主導権を逆に手にするのはどちらか。
オーケー。いいね。よくやった。これが見たかったのだ。危ねえ。ギリギリ。ショック。最高。いやー、今日はダメな日だ。両者気合は十分。この戦いを制するのはどちらか注目していきましょう。さあ、思う存分やり合うか。うわー、当たってくれよ。投げか。強気。ドライブラッシュで攻めを継続していく。画面端に追いつくが、ここが大事。うわー、知っているのかそれ。投げね。やらしい。水はもう許されない。上級で切り返す。あ、早く出るよな、そら。いいね、とどめまでしっかり。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取ってきた。次はどう動くか。二人ともなかなかできた。我が輩も盛り上がってきたぞ。さあ、次のラウンドも見ていきましょう。神経しとったコンボルト。ここはどうだ。さあ、ここからは差し合いの両方ある。部屋に出る。ジャーッとコンボ選択。落ち着いている。打つんだな。ここは我慢の時間帯になりそうだ。一気に周りを詰める。異性でした両者がある。ここからまた中断。プレイヤー1、わずかな超級隊を切り返す。ここでダメージ。クリア発動。さあ、これはどうだ。終わった。エスケーレウッター、敵が対応。水拳とブレイクダウンで決めた。カンフーの神髄。プレイヤー2、ドライブゲージが尽きてしまったら。いやー、よかった、よかった、楽してくれて、ありがとう。よく折れずに戦った、さすがだ。回復キッチン落として。あっぱれ、やるではないか。上から来た。流水脚を選択、余裕をチャージ。やべえ、やっちゃった。届かないか。中断、しかしさせない。今のは見えていたんだ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。さあ、ここからだ。いいぞ。地面か。あっぱれ、やるではないか。どうにでも合う体力差。逆転の青写真はどう描く。水しっぽで打ち抜く。うわー、マジ。まだ諦めるな。決勝。よくやった。これが見たかったのだ。戦がお互いを高めていく。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。長距離で切り返す。序盤の主導権はどちらがいいか。いや、このラウンドはどうなるんだろう。投げ。いいよいいよ。どうだろう。打つか打つか、踏み込むか。地上の駆け引きの前。さあ、ここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。今いいのが入ったね。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。プレイヤー2、ドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。プレイヤー1、さあ追い詰めた。さあ、もっとやり合うのだ。ここから試合は中盤戦。ここでバーンアウト。まだ諦めるな。上から来た。ゲドンハス、後に出てプレッシャーをかけつつも、もうちょっと。OK、 良い決着だった。さあ、今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。今後の展開にも期待していきましょう。はい、ここはうまく噛み合わせた。対空キッチ。いやー、見事、気持ちよく決まったね。話は食らってくれんだよな。何を狙っている。信頼客、客を迫る。左右から見る、ここが中央戦闘になったのか。次はどうだ。うまく投げが通った。素晴らしい投げだ。マジでプレー。わー、ここでバーンアウト。ここまでなのか。どうだ。ここでドライブ上級隊。うおー、どうなる。もう決まってしまうぞ。ここで弾を撃つ。プレイヤー2、ここでフィニッシュ。そういう
ことだ。いやー、息が詰まるラウンドでした。見事素晴らしい勝負だよ。最終ラウンド、すべてを一斉にゲージを回し使っていくか。いやー、すんごいな。一斉にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。プレイヤーはこの画面端で打つなー、マジで。プレイヤーはわずかなリードが大きな。見事だ。さすがにな。さすがにな。こんな引きでね。これが見たかったのだ。このままでは終われない。再生を選択。次はどんな展開となるか。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。これは切り返しとなった。もっと腰を変える。ジャストバリアが炸裂する。どうだろう。画面端に追い詰めた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。これはいい形で入れ替えた。さあここだ。ドライブゲージの運用が難しい状況。投げやりすぎ。危険な状況になっている。ミスはもう許さない。 OK。 さあ見ましたね。プレイヤーはここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。全く素晴らしいね。見事に攻めていくだろう。確かにどれからの戦いにも目が離せない。うわー、必要ない。さあここはうまくドライブ超級隊。追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。パリをしたが TCK のコンボを出す。次はどう出る。これでドライブインパクトは受け止める。今のよく守ったね。どう崩していくか。ここでガード。ここまでなのか。かんないの。しがたぎってきたぞ。投げが決まった。綺麗に投げていく。追い詰めたこの状況。ああ、そっち行くの楽しみ。こういうことだよね。見事だ。反対に行っちゃうの悲しいよな。なかなかに白熱した試合でしたね。素晴らしい戦いよ。見事だ。もう竜と剣しかいねえ。ここの最高層。因縁朝からの両者がついに相まみえる。この戦い楽しみにしていたぞ。ここはドライブマリーを成功させる。試してよかったのか。さあ張り切っていってもらいたい。プレイヤーはドライブゲージは残りわずか。ここからの立ち回りは難しくなる。さあどうだ。技が噛み合ってカウンターが決まる。ここからの動きが重要となるが、ノリノリやん。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。ここからやりは中断せ。緊張感が増していく。プレイヤー2、ドライブできない苦しい時間。ワンコンボ圏内は見えている。2人とも限界と見える。倒しきる。見事。非常に緊張感の伝わる試合でしたね。同じような実力を持った者同士が真っ向からぶつかるとこういう状態になる。さあこれはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。壁を背負わせている中でリターンが高い。積み重なるダウンが重い。良い状況ではあるか。決まった。こうなっては全て戦術の手のひらの上。決断サイド。エリアは壁の上。マジタイミングが合っている。チャンスになるぞ。受け止めながら。おっと。さあ近距離の攻め。攻めのドライブラッシュ。排水の陣形はこのことか。弾を使って膠着をやった。ガード中足を見せて。 OK。 良い決着だった。よし、盤石の立ち回りで危なげなし。お見事。破竹の勢いで勝ち切ったな。これは見事という言葉だ。ドミノールは3位1つ。どう動くか。
やもったいない。かけていく。投げ。そうか。ここはどう出るか。ドット単位の右ができるか。そうか。パーフライン。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。はい。天心やってくれよ、初めからな。これはどう見ますか。いやいいね。いい感じだと思う。絶対それクソに作るよ。このエネルギーだ。興味深いな。鳥は通さない。あさあもっとやり合うのだ。技と技が交差する。おお、なるほどね。さあ大差ないぞ。ここで SE に処罰する。ここで壁がえ、なんかさっきも見た光景なんですが、これはバーンアウトか。さすがにな。危ねえ、今一瞬間に合わねえかと思った。またどっか行っちゃうのかと思った。ということで24ポイント、レート稼いとかでいいか。ということで、ではでは。